後のことは頼んだぞ。そう言い残して、先代はこの世を去った。先代は俺の師匠。尊敬する人がいなくなり、俺は泣いた。俺の名前は蓮。昔から寿司屋になるのが夢で、18歳でこの世界に入った。俺を雇ってくれたのは家族経営の寿司屋で、先代は俺に良くしてくれた。しかし、先代は1年前に亡くなり、その息子である2代目が受け継いだ。息子といっても義理の息子で、先代の娘であるおかみが実質の天使といったところ。話には聞いていたけど、俺から見ても二代目はあまり腕が良くなくて、不愛想でお客さん受けも悪い。お客さんの中には常連さんが多く、先代の元で修行をした俺もよく知っている。常連さんの中には俺の握る寿司を目当てで来てくれる人も多かった。でもそれは、当然二代目の大将としては面白くなかっただろう。分かっていたので、俺はなるべく大将を立てて謙虚にしていた。しかし、この店に勤めて9年、俺はここから追い出されることになる。あの人、プライドだけは高くて、本当にごめんね。そう声をかけてきたのはおかみだ。大将は今日も俺の寿司の握り方に文句を言ってきた。昨日は常連さんと話していたのが気に入らなかったようで、営業終了後に怒鳴られたばかりだ。俺はついつい先代の時と同じようにしてしまっていたけど、ここにいる以上、今の大将のやり方に従わないといけない。俺もおかみに謝ると、おかみはこう言った。家族思いではあるんだけどね。おかみの話によると、大将は息子のことを随分と可愛がっているようだ。息子さんは今年で大学を卒業するという。でもあの子、卒業後の進路も決めてなくて困っているのよ。何度か見たことがあるけど、俺が見た時は金髪で派手な服装をしていた。学生だからそんなものなのかなと思っていたけど、今でもそうで、就職活動もしていないらしい。もう卒業は目の前なのに、就職先も探していないようで、おかみはかなり心配している様子だった。それからも、俺はちょくちょく大将に怒鳴られる。俺はなるべく大将のやり方に合わせるようにしていたが、先代から叩き込まれた寿司の握り方だけは変えたくなかった。ある日、大将とそのことで口論となったが、おかみに止められて我に帰る。すみません、俺、ついカーッとなって。おかみが話を聞いてくれて、お父さんの味を守ってくれてありがとう。あの人には私からも話してみるから。と言ってくれた。大将はいつも俺しかいないところで怒鳴ってきていたから、おかみは今までのことを知らなかったらしい。だから、おかみにそう言ってもらえたことで、俺は少し安心をした。しかし、翌日出勤すると、おかみの姿がない。いつも俺よりも早く来て、店内の片付けや掃除をしているのに、その姿が見えない。しばらくして姿を見せたのは、大将の息子だった。遅れて大将も入ってくる。あの、おかみは？俺は嫌な予感がして大将にそう言うと、俺に口答えしてきたからもうここには来るなと言ってある。と大将が言う。え？嫌な予感が当たった。俺が立ち尽くしていると大将は追い打ちをかけた。息子が入社するからセンスのないお前はクビだ。今日で最後な。あまりに唐突な言葉に、俺はそのまま立ち尽くす。頭の中が整理できない。今日は団体客の予約があるだろう。だから今日はいさせてやる。でもこれからは息子がいるからお前は必要ない。大将にそう言われて、息子の方を見ると、彼は無言で立っている。俺は一呼吸置いて、わかりました。と答える。先代には悪いけど、俺はもう、大将のやり方にはついていけない。そう思い、
9年お世話になったこの店を離れた。2日後、俺は再就職の準備をしていると、おかみから電話が来た。どうしても会って話したいことがあるという。俺は急いで、おかみとの待ち合わせ場所に向かった。すると、俺はおかみの顔を見て、愕然とする。それ、どうしたんですか？髪の毛で隠そうとしているのか、おかみは珍しく髪を下ろしているが、頬の周りにあざが見える。俺はなるべく人目につかない喫茶店に入り、おかみの話を聞いた。この間の俺の嫌な予感は最悪の方向に当たってしまっていたようだ。俺と大将が口論になった日、おかみは帰ってから大将と話し合ったらしい。父親の店を守りたいおかみと、自分の思う通りにしたい大将の話し合いは平行線。しかも、就職先も見つけず、遊び歩いている息子を雇うと言い出し、さすがにそれは違うと、おかみが言ったところ、大将に殴られたという。おかみは、着のみ着のまま、家を追い出されたそうだ。頭に来た俺は、とにかく、おかみを病院に連れて行った。お世話になっていたのは大将ではなく、このおかみと、おかみの父親である先代だ。正直なところ、大将には何の情もない。俺の怒りの矛先は、当然大将に向いた。俺は覚悟を決めて、自分の父親に連絡をする。電話に出た父の声は、不機嫌そうだった。家で同然で家を飛び出したお前が、今更何の用だ？俺が父親に連絡するのは何年ぶりだろう。罵倒されるのは分かっていたが、俺は父に頭を下げ、相談に乗ってもらう。そして俺は、おかみと一緒に父の元へ向かった。俺の父親は弁護士だ。俺の兄も弁護士をしていて、父は当然、俺も弁護士になるものだと思っていたようだ。しかし、俺は大学にも行かずに寿司職人を目指した。母方の祖父が寿司職人だったので、おじいちゃん子だった俺は、それがすごくかっこよく思えて魅力的だった。それを父に熱弁しても分かってもらえなかったので、俺は高校卒業と同時に家を飛び出し、先代に雇ってもらったというわけだ。おかみに話を聞くと、大将とは離婚したいというので、父の元に連れてきた。家族思いの人だって言ったけど、見てるのは息子のことだけ。私は口うるさい邪魔者だって、息子に話しているのを聞いてしまったの。でも、それを誰かに知られるのは恥ずかしくて、家庭円満のふりをしていたのよね。俺はそう告白してくれたおかみの力になりたかった。俺が父に頭を下げて、この人を救えるなら、どれだけでも頭を下げようと思う。久しぶりに会った父は、やはり厳しい顔をしている。でも、おかみが話し出すと、その表情は、どこか和らいだ気がした。父は俺に、外に出ていろという。しばらくして、おかみが出てくると、レン君、ありがとう。あなたのお父さんの力を借りて、私、あの人を訴えることにしたわ。と、先ほどよりも、少し晴れた表情で言った。まずは、おかみの住むところが必要だと、マンスリーマンションを借りる。金額は、俺が立て替えた。今までの恩を考えたら、返してもらわなくてもよかったけど、必ず返すとおかみが言うので、俺はいつでも大丈夫だと言った。それと同時に、おかみは、俺の仕事の心配をしてくれる。俺は今後のことについて話し始めた。数日後、俺は気になって前の勤め先を訪れる。と言っても、外から様子を伺うだけだ。今日は常連さんの予約が入っていたから、どうしても気になってしまった。すると、常連さんの大きな声が、外にまで聞こえてくる。どうやら、寿司がまずい。おかみや俺はどうしたのかと言っている。大将の息子はヘラヘラ笑いながら立っていて、常連さんはますます大きな声を出し、大将が出てきた。
あいつらはクビにしました。ここを出て雇ってくれるとこなんてないだろうな。そう言われて、常連さんは一瞬無言になり、大将知らないのかという。俺が辞めたことが伝わればそれでよかったので、中に入るわけにもいかないし、俺はその場を後にした。半月後、俺が家を出ようとしていると、電話が鳴った。大将からだ。今更何の用かと電話に出ると、怒鳴り声が聞こえてくる。お前、今すぐ店に来い。は？俺がそう言っても、大将は構わず話し続ける。今日団体の予約が入ってる。手伝わせてやろうって言ってるんだ。その横柄な態度に頭に来たけど、俺はなるべく冷静に言った。そうですか。俺に寿司を握れって言うんですか？息子さんはどうしたんです？どうしてもって言うなら考えますけど、いくらもらえるんですか？大将は横柄な態度を崩さない。予約の客がお前の寿司じゃないとキャンセルするとか言うんだよ。自分の握る寿司を食いたいなんて光栄なことだろ。だから握らせてやるんだよ。金なんていらないだろうが。俺はため息をつく。はあ、確かに、そう言っていただけるのは光栄なことですが、無給で働くというのは違いますよね。俺の寿司というより、先代の味が楽しみたいだけな方たちですし、大将が先代の味を出せれば、これからも通ってくれるんじゃないですか？息子さんにもしっかり教えてくださいね。すると、大将は怒り出す。今は俺の店だ。お前は俺に従えばいいんだから早く来い。息子は寿司屋は合わないとか言って手伝いもしないし、最近の若いもんはろくでもないな。ああ、やっぱりあの息子には無理だったか。そりゃそうだろう。どう見ても寿司に興味はなさそうだったし、仕方なく連れてこられた雰囲気だったんだから。俺は大将の言葉を無視していった。すみません。俺仕事に出るところなので、もう切りますね。そう言うと、大将はようやく声を低くする。お前それって、あの高級ホテルの。大将の声がどんどん小さくなっていく。そうですよ、ご存知でしたか？今日のお客様にも、俺が働いているホテルを教えておいてもらえますか？またぜひ俺の寿司を食べてもらいたいので。実はずっと前から高級ホテルの引き抜きの話が来ていた。常連客はその話をしたのだろう。お前は恩をあだで返すのか？いいから早く来い。大将はなぜか強気になってそう言ってくる。クビだと言ったのは大将ですよ。それにお世話になったのは先代やおかみです。あなたにお世話になった覚えはないんですけどね。俺はそう言って電話を切った。俺が今働いているのはかなり有名な高級ホテル。前に店にいる時にそこのホテルのオーナーがたまたま食べに来てくれていて、スカウトされたことがある。給料も跳ね上がるし、光栄なことだったけど、先代が亡くなってすぐのことだったから、俺は店を辞めたくなくて断っていた。だけど、この間首を宣告された時に、そのことを思い出したので、直談判しに行く。すると、オーナーは、俺のことを覚えてくれていて、心よく受け入れてくれた。まさか俺も、こんな高級ホテルで働くことができるとは思っていなかった。それもこれも、厳しく俺を育ててくれた先代のおかげだ。俺は、新しい場所で充実した日々を送っている。しかし、平穏は突如破られた。レン君、ちょっと来てくれ。俺が出勤するとオーナーに呼ばれる。何があったのかと急いで話を聞くと、ホテルのロビーで暴れてる人がいて、確認してほしいと言われた。確認って何をと思っていたが、ロビーを覗いてすぐにわかる。暴れているのは大将だ。お酒を飲んでいるのか、ろれつが回っていないが、ここにレンってやついるだろ。俺の店を乗っ取った犯人がよ。
と言っていた。それを聞いて、俺は思い当たる節があった。と言っても、俺が乗っ取ったわけでも何でもない。どちらかといえば、乗っ取ったのは大将の方だろう。オーナーは警察を呼んだが、まだ着かないというので、ホテルに迷惑をかけるのも嫌で、俺はロビーに急いだ。大将、話は俺が聞くんで外に出てください。大将は、俺の顔を見るなり激高したが、俺の方が身長もあるし体も大きい。俺はひるまず、大将を連れてホテルを出た。お前あいつに何を吹き込んだ？慰謝料ってなんだよ。やっぱりその話ですか。大将は、お上から慰謝料請求をされたそうだ。それも、弁護士である俺の父親を通して。どこかで聞いたことある名前だと思っていたら、あの弁護士お前の親父なんだってな。そんなこと一言も言ってなかっただろ。お前、あいつとグルになって俺の店を乗っ取ったんだな。俺はため息をつき話し始める。俺は父から見放されていたので、連絡なんてずっと取ってなかったんです。でも、お上が大将に殴られて困っていたので、父に連絡をして相談しました。お上は、長年連れ添ったあなたに情があるし、示談で済むなら訴えないと言っているんです。病院に行った時に診断書ももらっているし、息子さんの証言もあるそうですよ。あなたが拒否すれば、暴行罪で訴えると思います。大将は、そこでようやく事態を理解したのか、青ざめていく。それに、あのお店、あなたじゃなくて、おかみが先代から譲り受けているんですよね。おかみは自分が働き続けるなら、あなたが店主でいいと言っていましたけど、自分が追い出されてまでどうしてあなたに店を任せないといけないのかと怒っていました。父親から譲り受けた大切な店を、自分を殴るような人に乗っ取られたら、当然取り返そうとしますよね。そう話していると、俺の視界の隅に警察の姿が飛び込んできた。俺は大将から視線をそらし、そちらを見る。その瞬間、俺の頬に痛みが走った。俺の隙をついて、大将が俺を殴ったのだ。勝ち誇る大将の顔。しかし、かけてきた警察官に、大将は取り押さえられた。大将の目には、警察官の姿は入っていなかったのだろう。怪我は大したことはないけれど、痛いものは痛い。大将は警察に連れて行かれ、俺は病院に直行した。その日の夜、珍しく父から電話があった。俺が殴られたことを知り、心配しているようだ。父が俺のことを心配するなんて思ってもみなかった。そして父は言った。お前はいい人たちに巡り合ったんだな。おかみさんからお前が家を出て行ってからのことを聞いたよ。立派な寿司職人らしいじゃないか。今度、ホテルに食べに行くからな。あの、厳しい父の言葉とは思えない。父は続ける。お前と兄さんを立派な弁護士に育てれば、亡くなった母さんも安心すると思ったんだ。でも、お前が自分の父親と同じ寿司職人になったと聞いたら、母さんはもっと喜んでいるんだろうな。ね、今まで申し訳なかった。俺は、その言葉に涙が出てきた。父さん、ごめん。ありがとう。いろいろな思いが入り混じって、そう口にするのがやっとだ。厳しいだけだと思っていた父の本当の気持ちを知って、俺は反発していた自分に腹が立つ。いつか、父に自分の握る寿司を食べてもらうため、もっと腕を磨こう。そう決心した。その後、おかみと大将の離婚は成立。大将は慰謝料を支払い、店もおかみの元に返したそうだ。おかみを追い出してからの期間の分は、家賃という形で財産分与に上乗せしたらしい。
俺は大将を暴行罪で訴えた。昔から地元の人に愛される寿司店だっただけに、この噂は瞬く間に広まり、大将はこの町にはいられなくなったそうで、どこかに消えたという。おかみが家に戻ると、息子も戻ってきたらしい。しかも、いきなり大工になりたいと言ってきたそうだ。今は大工の常連さんのもとで修行しているという。俺は彼から直接謝罪を受けた。父親に決められた道が嫌で、俺にも失礼な態度をとってしまって、申し訳ないと頭を下げる。彼は昔から大工になるのが夢だったそうだ。大学の時に就職活動をしなかったのは、父親に反対されて、ふてくされていたからだという。自分に通じるところもあって、俺は彼を応援している。それと、おかみは俺が立て替えたお金を少し多めに返してくれた。一度は断ったけど、迷惑料だと言われ。さらに、それで親孝行でもしなさいと言われたので、俺はありがたく受け取った。おかみは、俺に店を継いでほしいと言ってきたけど、ホテルのオーナーに押しかけて雇ってもらったのに、すぐに辞めることはできないと断ったので、おかみはそこを貸し店舗にしている。いつか息子に店をリフォームしてもらって、俺に店を継いでもらうのが夢だと話してくれた。俺は少し照れくさかったが、それを目標に今日も寿司を握っている。今度、父と兄が食べに来てくれるそうなので、緊張しつつも楽しみにしているところだ。